なんでめんどくさい方がいいの？男が見えない。それが失敗だよ。大丈夫？荻野さんダメだろ。荻野さん多分自分からやめんじゃねえの？ギブアップで。すげえ。レコーディング。ビデオ。ああ、そういうの。給料上がるわけじゃないんだから困るんだよ。すいません、動画動いてますけど。エビデンス。何のエビデンスだよ。So I can be confident. マキさんがすげえピエナを心配してます。誰が？荻野さんが。だから困るんですけど。ピエナ大丈夫か。大丈夫。寺澤さんも送り込むから。だから一応なんか自分でライブカバー行くらしい。アサインした責任取らないと。さっさと、前さっさと昼飯食いたんだよ。やめる前に二人で。あいつはその辺を確保できるよね。アサインするからにはケツは自分からっていう確保できてる。あのね、ケツを持つバッグが決まってるのは今までいなかった。偉いですよね。せいちゃんはあんまり覚悟決まってないからね。そうケツ持つ気ないですよ。手さんの使った金はいいお会社で持つからっていう、そのぐらいだから逆切れ、そこ切れんのみたいな。おかしくねえ。知ってるわ、しろさん。せいちゃん逆切れ。びっくり。お客さんの方も説明させていただきますと、お気に入りました下の方にあるんですけれども、骨のついてるでっかい身の方は 3,4 分くらい煮てからお召し上がりください。こちらの皮と身の方はしゃぶしゃぶでお召し上がりください。続き寿司に価格が取り安いので、お米直前くらいにお召し上がりお願いします。ちょっと火力はこちらにあるんですけど、今一番強くなってるので。今強いんだ。はい、だんだん温かくなってる。さっき弱くしたけど大丈夫。強くした。今一番強くなってます。はい、大丈夫です。ちょっと待っていただければ。はい、了解です。知らない、橋本さん。俺、テイちゃんに切れたの。俺、たまに、昔から結構、ね、そう、昔から結構、俺って、見るからに分かるけど、